こんにちは、以前あかりです。今日は道の駅にあるドッグランへと向かっています。私の愛犬のさくらちゃんがシート下に押し込めてきました。というのは冗談で、家族が車で連れてきてます。今日は天気がいいので、私はバイクで一人向かっています。ガソリンの無駄遣いとしか言いようがありませんね。まあ、バイクは趣味の乗り物なので仕方ないかな。ちなみに燃費は1本あたり25キロ前後です。ハイブリッド自動車といい勝負です。車体の重量を考えると自動車の燃費ってすごいですね。道の駅まで到着しました。この道の駅は物販が多めでなかなか良い道の駅です。数年前に移転してきた道の駅で、とても綺麗なのもポイントが高いですよ。ドッグランがあることはマンコを飼い始めてから知りました。道の駅の裏側は公園みたいになっていて川が流れています。この道の駅2つにはなかなかおすすめできる道の駅ですよ。家族は後から出発したので、少し売店を眺めて時間を潰しましょう。時間を潰している間に家族は到着してました。我が家の愛犬、アクタイムのさくらちゃんです。どうでしょ、かわいいでしょ。リードにつながれたいつものお散歩と違って走り放題ですよ。楽しそうに走るさくらちゃんを見ると私も幸せになれます。私が走る速さに合わせて追いかけてきてますね。本当に可愛い子です。よそのワンちゃんとも仲良くしていました。互いに相手の匂いを嗅ごうとぐるぐる回ってますね。お散歩中だと他のワンちゃんに吠えるのに、ここでは仲良くするんですね。一体どうしてなんでしょうかね。こちらとしてはドッグランを安心して利用できるのでありがたいですね。柵の向こう側のトイプードルとも仲良くしてますね。ここは大型犬と小型犬でスペースが分かれてます。トイプードルちゃんも可愛いですね。ドアアップでの登場です。よそのワンちゃんと触れ合えるのもドッグランの魅力ですね。ここにいるのは犬好きの人ばかりなのでお互いに安心です。ああ、もっと触りたいのに行っちゃった。残念ですが、こういうのはお犬様の気分次第ですね。代わりに、うちのさくらが来ました。よしよし、お前も可愛いよ。2匹とも頭をごっつんこしてました。帰る前に、道の駅の裏にある川まで来ました。冷たい川に触れて、あとは帰ることにしましょう。帰りに、ワンコは家族にお願いしてバイクに乗ります。犬のリードを持ちながらバイクで走るわけにはいきませんからね。うちのさくらちゃんと思う存分遊べたし、いい休日でした。また時間があるときにさくらちゃんを連れてきたいと思います。もっとも車で連れてくるのは家族なんですけども、私はバイクに乗りたいですし仕方ないですね。バイク成分が薄めでしたが、今回の動画はここまでです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。